マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。よくあるお悩みに、もう先生ついついね食べてしまうんですよねっていうお声をよく聞きます。なのでそんな方がおっしゃるのは、私の意志が弱いからダメなんですよねってね、いつもご自分責めてらっしゃるんですよね。そんなこと思い当たることあなたにもないですか？そこでこの動画では、食欲を自然とコントロールする方法が分かるんです。もしあなたがダイエットが成功できないのは自分の意志が弱いからなんだと悩んでいるようであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、簡単食欲をコントロールして痩せる方法についてお伝えしていきます。話の内容はこちらです。1つ目、脳の錯覚を利用するから。そして2つ目、食欲を自然と抑える具体的な方法についてお話ししていきます。では1つ目の項目です。脳の錯覚を利用して痩せるとはということで、どういうことかと言いますと、簡単に言うと、目でその見る時のですね、器の大きさだったり色だったり、そういったことをですね、パッと入ってきた情報で、実は同じ量の食事をしているのにもかかわらず、あれ満足とかね、あもういらないなってね、脳が錯覚を起こしてくれることがね、起こりますよっていうことなんですね。もうこの力はね、味方につけた方がいいと思いませんか？だって食べる量は一緒なんですよ。なのにです、満足できますよっていうことが起こりますということなんです。では2つ目の項目です。ここから具体的に、じゃあどうやってその暴走する食欲を自然と脳の錯覚を利用して抑えることができる、結果自然と痩せることができるのかという、その具体的な方法を3つご紹介していきます。ではポイント1つ目です。小さい器に盛りましょうです。これはどういうことかと言いますと、例えば、まあ、スープとかね、まあ、お米とか同じ量を、まあ、測ります。で、一つは大きいお皿にちょんと盛る、で、一つはもうギリギリの、例えば子供茶碗とかね、ちっちゃいのに山盛り乗せる、それだけですね、量は一緒なんですよ。でも私たち人間はですね、食べた量に満足する以上に、その見た目ですね、この持ってあるものを全部食べきったっていう、その時に一番満腹感を得るというね、その脳の脳科学的なね、まあ、実証のデータがあるわけです。ですから食べ過ぎなくて済みますよ。同じ量なのに小さい器に山盛り入っているだけでいっぱい食べた気がするっていうね、その錯覚を利用していきましょうねってことなんです。ではここから2つ目のポイントです。食器の色を青色に変えましょうです。これもね、ほんと面白いなと思うんですけれども、同じなんですよ、内容はね、お食事の。ただ青い色のベースの食器に変えるだけで食欲が落ちるっていう、このデータがあるわけですよね。面白いと思いませんか？なのでどんどんね、食べてしまうような食器で食べるよりも、いやもういいかなって思うように脳にね、思わせておいて、あもう満足ねっていうふうに、こう自然とやっぱりね、そういった力を借りてご自分の食欲をコントロールしてもらうっていうのもすごく効果があるんです。では3つ目のポイントはこちら、背の高いグラスで飲んだり食べたりしましょうなんですね。これもとっても面白いんですけれども、まあ、例えばパフェとかね、いきますよね。で、同じ量なのにちょっと太っちょのね、こういうそのボールみたいなね、入ってるパフェと、細長くて高くてこんな高いパフェってあるじゃないですか。あれ量一緒だとしても、その高いパフェの方がですね、たくさん食べた気にこう錯覚としてなるんですね。飲み物もそうです。例えばこうバーとかに行ってカクテル飲む時も、こんなね、ちょっとこうどうでしょうね、例えばこう、まあ、丸い湯飲みみたいなのに入ってるのと、こういう細長くて縦で綺麗でね、そんな飲む時はですね、もう本当2割方量が減っても同じようなぐらい満足するって言われてるんですよね。ですから例えばこう太っちょのまん丸いような器でね、飲んだり食べたりするよりも、ちょっと細長くてこう背の高いもので飲んだり詰めて食べたりした方が満足度が上がりますっていうことで、結果量を減らすことが自然とできてしまうっていうことなんですね。
このお話面白いなって思いませんか？だって日頃からいろんなお食事気をつけて頑張ってる方って本当にいいと思うんですよね。こんな風にお野菜ばっかり食べてますとか、脂っこいものとか甘いものをね一生懸命我慢するんだけれども、結局食べたくなっちゃって食べたりしませんか？なのでやっぱり我慢って良くないですよね。でしたらご自身がお持ちのこの脳のね錯覚を味方につけていただいて、以上のこのポイントできるところからでいいと思います。簡単なのはこちらかな。小さい器にまずはねパンパンに持ってみるという結果、まあ、入らないから量も減りますし、食べたっていうその満足感を脳にね思ってもらうっていうのがいいと思うんですよね。で、青い器も、まあ、お餅だったらすぐこの器で何でも召し上がっていただいてもいいと思いますし、またちょっと一つずつね揃えていかれてもいいと思うんですよ。まずはご自分の分だけでもいいですからね。そして、まあ、背の高いグラスもですね、その普通はこういうのにこう入れないよなっていうのでも入れちゃうんですよ。そうそう満足しますから、そういった工夫を一つ一つ積み重ねることで、自然と今までついつい食べ過ぎてしまってて自分の意思が弱いからダメなんだっていうこともなくですね、自然とリセットするようになりますので、ぜひあなたができるところからで OK です。どれが最初でもいいですから、一つずつ取り組んでみてくださいね。いかがだったでしょうか。この動画のまとめポイントは、脳の錯覚を利用して自然と食欲をコントロールしていきましょうね、でしたね。できることから一つずつ進めていきましょう。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。